色紙を使った菊の花の作り方です。まず色紙を4つに折ったら半分に切り、それを8つに折ります。1枚だけを折り返して、そこに花びらの半分の形を描きます。これを線に沿って切っていって、折り目のところまで切ったら、折り目を伸ばして同じ形に切っていきます。これで花びらが8枚ある花が2つできました。これを重ねて貼ります。間から花びらが見えるように重ねます。真ん中に黄色い色紙を丸く切り抜いたものを貼りましょう。型紙を使う方法もあります。先ほどのやり方できれいにできたものをコピーしておき、それを折り重ねた色紙と一緒に切っていきます。曲がっている部分が多いので、ゆっくり丁寧に切りましょう。花と次に出てくる葉っぱの型紙はコメントの URL からダウンロードすることもできます。花びらの先に半分に折り目をつけます。これを先ほどと同じように2つずつ重ねて花を作ります。次は葉っぱです。本物の葉っぱをコピーして使いました。菊の葉っぱがない場合は道端のよもぎの葉っぱでもいいです。これも花と同じように折り重ねた色紙と一緒に切っていきます。とても細かいので、ゆっくりと丁寧に切っていってください。切り取ったら葉っぱの真ん中にハサミやペーパーナイフなどを使って折り筋を入れます。葉っぱと花をバランスよくレイアウトしましょう。みんなで手分けして100個ぐらい作り、県外作りにしたこともあります。色やレイアウトを変えて楽しんでみてください。